はい、そうですね、本日は2023年の9月、3日なんですけれども、昨日9月2日ですね、静岡に、行っていました。産業組織心理学会という学会で、で、まあ、社会人基礎力に、まあ、関する研究の、まあ、ポスター発表をさせていただいたんですけれども、まあ、その、まあ、内容について、簡単に、こちらでもちょっとお話ししておこうかなと思います。ということで、実際に掲載したスライ、ポスターをスライド形式で出していく。その前に、ちゃんと現地に行った証拠ですね。はい、こんな感じでポスター貼ってました。美保の松原、ですね。で、今回の会場、です。で、ここどこだっけな？ホテルの近くです。どこだっけな？で、三島スカイウォーク、ですね。それと富士山かな？5合目まで登ってきました。まあ、ほとんど車で。はい、ということでタイトルですけども、新卒採用において社会人基礎力の主体性をいかに測るか、社会人基礎力に反映される学生生活上の活動の把握ということで、社会人基礎力っていう経産省が、定義した、概念があって、3つの能力、その下に、計12個の能力要素、っていうのがこう想定されている、まあ、社会人としてこういった、まあ、能力を持っておいてほしいなというふうにして考えられている、まあ、概念がありまして、まあ、例えば大学教育なんかの現場なんかでは、まあ、知らば。